待て、見つけ。終末獣、本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。下手に動くな。生死虚実、一念のまなり、動天元気、超無一角。ふっ、はっ。破るためにある。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。戦闘は精巧なデザインなの。うちがいるんだから負けないよ。動かないでね。今祝福してあげるから。お前の番だ。こいつ逃がさない。今だ。うちがいるんだから負けないよ。ちゃんと直さないと。順番にね。争いに意味はない。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。お前の番だ。今だ。逃がさないわ。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。始めるか。
殴ったね。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。もちろん誰でも構わないわ。いや、即戦即決といこう。お前の番だ。争いに意味はない。今だ。大丈夫だ。場所を変えて話そう。ここは宇宙ステーション。やっほー。あんた結構やるじゃん。気絶さえしなければもっとかっこよかったのに。でも、あんたのおかげで週末中は声も出せずにお堕仏だったよ。ありがとう。そう、あんたが一番の功労者。ほら、大丈夫なら起きて。目を覚ましたら会いに来るようにって姫子が言ってたよ。うちは他にやることがあるから一緒に行けないんだけど。そうだ、ビーコンを交換しようよ。もし道に迷ったらいつでもメッセージを送って。オッケー、じゃあまたね。目が覚めたのね。美月ちゃんたちには列車に残って辺りを見張ってもらってるの。そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ？え、どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。笑いたければ笑って。あのザンダーがつけた滑稽な名前を私が気に入ってると思う？今の性格はこのお子ちゃまってわけ？じゃあしっかり観察しないとね。まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのはこの覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？それに性格は彼の体内でとても安定しているわ。そうね、
このお子ちゃまの体質、本当に興味深い。そう、わかった。けどあなたのことはお子ちゃまって呼ぶね。私の脳は貴重だから、他人の名前を記憶するスペースはないの。あら、なら私の名前を覚えてくれていることに感謝しなくちゃね。それは違うでしょ。あなたと私はビジネス上の関係で、なんて名前だったっけ。まあいいや。話を戻すけど、この性格を体内に収めることができるお子ちゃま、彼を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。彼に直接聞いてちょうだい。短気なお子ちゃまだね。心配しなくてもあなたを傷つけたりしないよ。私の技術なら採血しても血管を傷つけることはないし、自分の体内にある爆弾がどうなるか不安じゃない？だから私に手伝わせて。要するに今はまだあなたに興味があるってこと。でも熱意がなくなったらお願いされても研究しないよ。今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。感謝して。私が手伝ってあげる。これはスターピースカンパニーの財力をもってしても受けられなかったサービスだよ。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ私に関係ある？はあ、あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。もしあんたが望むなら私たちと一緒に行くこともできるわ。列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ないときは私が後のことを考える必要もない。私は列車に乗った方がいいと思うよ。ここに残ってくれてもいいけど、あなたあんまり役に立たないでしょ。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。そう焦らないでヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼にはアスターとも話をしてもらってちゃんと考える時間をあげましょう。私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし会いたい人もいるでしょ。焦らなくていいからね。決まったら私を探しに来てちょうだい。お前か。何か話したいことがあるようだな。急にどうした。俺が何かしたのか。そうか、俺は列車の護衛だから本能のようなものだろうな。俺はお前もよくやっていたと思う。お前が請求列車に乗車する件について言っているのならそれは考えすぎだ。俺の意見はシンプルだ。どちらでもいい。お前も俺の意見を考慮することなく自分の好きなようにすればいい。列車に乗ったからといって旅行や冒険をするわけではない。請求列車は開拓を象徴するものだ。分かっているのか。開拓は往々にして未知を意味する。それは未知の危険かもしれないし未知の楽しみかもしれない。俺が思うに
未知は基地より恐ろしいものではない。未知は多くの場合制御したり変化させることができるからな。迷いを言い訳にするな。迷う時間が長くなると本来の考えが消えてしまう。おまけに同年代じゃん。理由なんてこの2つで十分じゃない？でもあんたまだ何か悩んでるみたいだね。ほら話してみなよ。うちが相談に乗ってあげる。急に考えに浸るんだね。収容部分で会った時さ、あんた弱っちそうだったからちゃんと守らなきゃって思ったんだ。でもまさかバットを持って元気いっぱいに暴れ回るなんてね。それからあのでかいのを幼おじちゃんのブラックホールに叩き込んでうちを救ってくれた。まだちゃんとお礼言ってないんだよ。はあ、ここでお別れじゃなくてもよくない？その質問には答えられるよ。目が覚めたら列車に乗ってたの。うちは宇宙を漂っていたところを列車に引き上げられたんだ。どう？神秘的でしょ？こんなに危ない状況はめったにないかな。さすがのうちも結構ビビったもん。でも列車に乗ってからはたくさん不思議なものを見てきたよ。例えば砂漠で砂魚っていう動物を捕まえたり、逆さまになったお城を戻すために重力場を修正したり、道の真ん中で寝てるトナカイを避けようとしたら空から降ってきた円光の弾が頭に直撃しそうになったり、うん、今考えるとどれも危ない状況だったかも。でもみんなと一緒だったからかな、どんな問題も全然大したことなかったんだ。乗った方がいいに決まってるじゃん。なんで悩むの？今はうちら4人とパムしかいないから1人が1つの車両を占領できちゃうんだよ。こんな寂しい状況を見て見ぬふりしないよね。じゃあ見においでよ。乗ってみればわかるからさ。待ってるからね。ああ、その声、まるでアラームのように私の心をかき乱す。どう？考えは決まったかしら？なら、私についてきて。